ある新宿です。今日はワークショップ神戸市医療キリアを紹介します。入り口はこんな風になっています。入り口から見て、左側がワインバーホーハイザムーンさんで、窓際が私のショップになります。どうぞ店内ごゆっくりご覧ください。店内はこんな風になっております。私のショップはワインバーのハウハイザムーンさんのスペースを借りてやってるんですけど、こちらの赤いシャンデリアはもともとハウハイザムーンさんのものとしてお店に置いてありました。そしてなんとこれと全く同じ赤いシャンデリアを私は私物で持っていまして、シャンデリアがお揃いだってことあるんですねっていう話をしてました。ちなみに私はこちら赤いシャンデリアを寝室に置いております。このアジアっぽいオーナメントをつけてシャンデリアはデコっております。そしてあのカーテンの中は試着室になってます。今営業日じゃないのでトルソーが置いてありますが、中にこんな感じで椅子が置いてあります。このトルソーが着てるエプロンはチェコで買い付けたものです。なんかシルク素材ですごく色も優しいクリーム色で可愛いです。ヴィンテージの箱の上にナースキャップが置いてあります。このぬいぐるみと赤ちゃんのお人形さんはハンガリーのノミノイズ買いました。この赤ちゃん私はオールドベイビーと呼んでいます。ピンクの丸い照明は私の手作りです。でこちらは私のバンドとかソロの CD とか、あと私の写真集が置いてあります。一番手前のこれ私のセカンド写真集なんですけど、先日めでたく完売しました。3作目4作目はまだお取り扱いがありますので、よかったらお迎えください。そしてこちらのトルソーですね、ハンドメイドのナースキャップと赤いフリルのブラウスに、こちらはハンガリーのノミノイチで買い付けたエプロンを合わせています。こちらのポンポンがついた可愛らしいバッグはベトナムの買い付けました。こうスウェード素材になってて可愛いです。でこんな感じで窓際に服がずらって置いてあります。そしてこちらのトルソーが着ているコーデ、頭にかぶっているのはナースキャップです。ブラブラホスピタルさんのエプロンドレスを着ています。すごい華やかで可愛いです。いつもの服装の上にエプロンドレスつけると
すごく可愛くなります。で、中に着ているのはヴィンテージの羽織ですね。なんとパンクっぽい感じと和の感じをミックスしています。なんかこう同系色で合わせることによってなんとなくこうまとまりがある感じになってるかと思います。そしてこちらが車椅子ですね。数年前に自分のイベントでファッションショーをやることがありまして、その時に購入したものです。上には商品が載っています。アンプも一緒に飾ってあります。これがこんな感じになってます。こちらはハンガリーの蚤の市で買い付けたもので、上に飾ってあるのはヴィンテージのちっちゃいぬいぐるみです。で、こっちのちっちゃい提灯はベトナムで買い付けました。そしてこの貼ってあるポスターなんですけど、これは香港に行って買い物した時にショップの方にいただいたものです。こんな感じで小物がずらっと置いてあります。トルソーも置いてあります。左下の提灯はバンコクで購入したものです。こちらの3つ並んでる右側のやつはホーチミンで購入しました。こんな感じでここで写真撮るとすごい異国感があって可愛いのでおすすめです。手前のテーブルはこんな感じです。ハンドメイドの可愛いマスクがあります。こちらのマネキンが身につけているのは、頭につけているのはチェコの蚤の市で仕入れたもので、ベルトとして使うこともできます。で、こちらの付け襟はハンガリーに仕入れたものです。ビーズの装飾がすごく可愛いです。カジュアルめな T シャツ着るときとかにこれをつけるとすごいコーディネートのクオリティが上がります。やっぱりこのネックレス的な感じで気軽に使えるところもおすすめです。こちらのカラフルな商品をいっぱいかけてあります。こちらにも下にも商品が置いてあります。オンライン接客的な感じで私の一押しの商品を紹介していきたいと思います。まず1点目はこちらです。ハンドメイドブランドトロロンド工房さんのナースキャップです。ナースキャップなかなか馴染みがない商品かもしれませんが、横から見ると後ろからだとこんな感じになっています。中はこう空洞になっています。で、付け方なんですけど、お好きな位置に乗せていただいて、後ろからピンでこう髪の毛と留めていただきます。こんな感じで留めます。面ピンで4箇所くらい後ろから留めるとかなりしっかり固定できます。こちらの商品は私の希望で作家さんといろいろ話し合いながら作った商品なんですけど、こちらは当店のみのお取り扱いになります。全部で今5種類のナースキャップがあるんですけど、こちらの2点はヴィンテージっぽいファッションとかにすごく合うかと思います。なんかこうヴィンテージっぽい雰囲気の花柄のワンピとかにこれを乗せていただくと、なんかこうクラシカルロリータ風なコーデとかにいいんじゃないかな。こちらは
真ん中が赤チェックになってるのがすごい可愛いです。この真ん中にもビーズの装飾があって、ここのお花柄が結構和風っぽい感じもするので、ちょっと意外な組み合わせかもしれないんですけど、和装に合わせるのも可愛いかと思います。こんな感じにコーディネートしたら可愛いかと思います。中には白いブラウスとか着ていただくとすごいレトロ可愛い感じになるんじゃないかなと思います。そしてこちらは真ん中のこの辺りがちょっとチャイナっぽい柄になってるので、アジアっぽい服装とかにも合うかと思います。うちの商品ですとこちらのチャイナブラウスとかに合わせるとすごい可愛いです。あとこちらですね、周りにこうフリルがついてて、よく見るとこのフリルがヒョウ柄になってまして、すごい可愛いです。このキャンディーみたいなビーズの装飾もすごく可愛いです。裏は銀紙チェックになってます。なんかこう甘いロリータ系ファッションとかにすごく合うかと思います。2点目はこちらのヴィンテージのドレスになります。こちらはベトナムのヴィンテージのショップでお迎えしたものです。すごいんですよ、全部刺繍とビーズでキラキラになってて、この胸元でこちらをこの辺りで結んでいただくとネックレスみたいな感じですごく可愛くなります。スリットが入ってて、中にパンツと合わせても可愛いかなと思います。めっちゃ可愛いな。3点目はブラブラホスピタルさんのフリル襟です。ここがゴムになっていて、上からスポッとかぶっていただいてつけます。こんな感じになります。こうよく見ていただくと、この辺にダメージっぽい加工があったりとか、クマちゃんがいたりとか、あとこうパンクっぽい、全体的にパンクっぽい感じなんですけど、ここがドットになってたりレースがついてたり、こうロリータパンクな感じですね。パンクっぽいペイントが入っています。こんな感じで同系色っぽいトップスとかに合わせるとすごくパンクで可愛いです。なんかいつも使ってるお洋服にこちらを足していただくことによって結構イメチェンになるんじゃないかなと思います。4点目は、オーナメント系ですね。こちらの金色のやつはベトナムで買い付けたんですけど、春節のお祝いとかに飾るアイテムだそうです。壁とかにかけても可愛いと思うんですけど、キーホルダーとしてカバンとかにつけても可愛いかと思います。こちらの長さがあるんで後ろに行くんですけど、カラフルなオーナメントはこちらもベトナムですね。ベトナムのホイアンっていうところで買い付けたものです。なんかこうポンポンとかがいっぱいついてて、鈴とかもついてて可愛いんですよ。お部屋に飾ると一気にカラフルな元気な感じになると思います。こういう動物系の、これは色違いで赤もあります。バンコクの中華街で仕入れました。これもそうですね、これも中華街。うさぎさん、うさぎさん色違いで赤い子もいます。香港で買い付けました。こっちも香港ですね。なんかこう今ディスプレイしてあるような感じで、カバンとかに組み合わせてキーホルダーみたいに使うのもすごく可愛いかと思います。最近ステイホームでお家にいることも多いかもしれないので、何か新しくこうオーナメントとか飾ってとっても可愛いんじゃないかな。さっきの色違いです。お店だとこんな風に飾ってます。
っと季節的に違うかもしれないんですけど、クリスマスのツリーとかにつけても可愛いかと思います。それではついでに私のコーディネートを紹介させます。自分のショップに出勤するときは必ず自分のショップに置いてあるカラーとか商品を、実際に扱っている商品とかを自分を身につけて店頭に立つようにしています。今日はこちらのピアスと、こちらのパールブラですね。こちらすごく気に入ってて、この下にパステルっぽくなってるところが可愛くて気に入っています。ちょっとデザイン違いというかサイズ違いでちっちゃいものがあります。インパクトはなかなかあるデザインなんですけど、着心地はすごく軽くて気に入っています。こちらのパールブラです。白はこんな感じになっています。こちら本当は付属で後ろにリボンが付いていて、リボンで持ってるんですけど、私はちょっと結ぶのが下手くそなので、安全ピンで止めてます。後ろをブローチとかで止めても可愛いかと思います。ちょっとフェティッシュでハーネスみたいな感じで気に入っています。ネックレス感覚でいつもつけてます。せっかくなので左側のワインバーも紹介していきます。こちらのワインバーは私のバンドストロベリーペインキラーのギターの J さんのお店です。エメラルドグリーンっぽい感じの壁がおしゃれで可愛いです。このイラストは私が描きました。つい先日までお店で自分のバンドの歌ってみた、演奏してみたの撮影してたので、その時の靴がまだ残ってます。そうですね、その時の機材がまだ残っております。で、お酒はこんな感じです。でこちらがカウンター席で、おしゃれなタイプライターが置いてあります。私この三脚可愛くて気に入っています。そしてこちらが座敷の席になります。こんな感じで座敷がございます。ストロベリーペリオフィリアは2019年の夏のなんですけど、今回の私の自己紹介の動画で紹介したように、私は割と大学ぐらいの仕事を始めるまで結構忙しくて、英語で働きながら雑誌ケラの読者モデルやったりバンドで活動して、ちょっとかなり時間に余裕がなかったんですけど、退職してからは生まれて初めて海外旅行というものに、で今まで日本にしかいなかったので、一番最初に行った海外の国はバンコク、タイなんですけど、すごい日本にない自由な緩い楽しい感じがすごく衝撃的で、なんかこの楽しい感じとかウキウキする感じを持ち帰りたいなと思って、いろいろお買い物もして、こう販売するようなものとかも購入して、本当に何回もいろんな国に行ってちょっとずつ商品を増やしていっていうのを1年半くらい続けてお店をオープンしました。うちのお店はソーチンとかすごい多いんですけど、ベトナムのホーヤンっていうところがいっぱいソーチンがあって、すごく綺麗で好きだったので、それを参考に内装を作ってみました。ベトナムっぽい感じと、そのヨーロッパで買ってきたヴィンテージの商品だったりとか、ディスプレイのぬいぐるみとかをミックスして、私が今まで行った好きだった場所を全部凝縮したような場所にしてみました。
本当に幼稚園の人とかで写真撮ると海外旅行生みたいな感じで可愛いので、よかったらおしゃれして遊びに行っていただけたら嬉しいです。私もちょっとおしゃれするのが好きなんですけど、やっぱりおしゃれしてどこに行くかなっていうのを考えるのが一番楽しくて、だからこう私のショップもおしゃれして行こうかなって思ってもらえるような場所に行きたいなと思って、物理店舗のお店を、物理店舗のお店を作りました。で、実は今年の7月17日で物理店舗のショップは閉店してしまうんですけど、オンラインストアはまだまだずっと続けるつもりなので、よかったら今後ともよろしくお願いします。今日動画でご紹介した商品はオンラインストアで取り扱いでいますので、よかったらチェックしてみてください。私は雑誌キラーで読者モデルをやってた時に闇かわいい系の人としてお仕事をいただいてて、闇かわいいの人として NHK の番組とか出させていただいたこともあったんですけど、なんか自分がその既存のジャンルに入れられてしまうことになんか違和感を感じて、自称トラウマメルヘン系っていう風に勝手に名乗ってました。で、お店だと心臓の模型とかガスマスクとかを展示したり、売ってる商品だと骨格標本とかナースキャップとかあって、こう私なりにショップでもトラウマメルヘンを表現してみました。一応私がトラウマメルヘン発案者ではあるんですけど、トラウマメルヘンっていうのは誰のものでもないので、もしそのスタイルが好きだなって思う人がいたら、こう一緒に真似してくれたら嬉しいなって思ってます。でも別にトラウマメルヘンは流行らなくてもいい、流行らなくてもいいと思ってます。でも今後私の人生でこのスタイルが好きだなって言ってくれる人にたくさん出会えたらいいなと思っています。最後までご覧いただきありがとうございます。私の大好きなお店を動画という形で残せてすごく嬉しいです。この動画いいなと思ったらいいねボタン、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。お大事にどうぞ。